絶好調の富安。海外でスタメン待望論が巻き起こる WWW。 富安は今、かつてないほどにハイパフォーマンスをしてる。今日も素晴らしかった。来週からは彼を起用したい。富をスタートから使うように監督に伝えたい。ジミーとライスの関係性が思ったより良くない。彼はスタートから出るべきだ。これ以上、どんなパフォーマンスをしろと言うんだ。チェルシー戦は今シーズンで最悪の出来だったが、まだ今季負けていない。今日の何人かの選手は耐え難いほどむごかったが、ライスは唯一の希望だった。サブ組はとても良く、トロサール、トミアス、ハーツは試合の流れを変えた。サカは最高かつ、もっとも危険なウィンガーライスとトロサールは素晴らしい。トミアスは野獣。トミアスのことを現地サボがみんな絶賛してるの嬉しすぎ。それでも、アルテタは、施設も人権校先発で使う。絶好調のスターリングから、ボール出し、マルティネッティへの絶妙なスルーパス、的確なポジショニングで、ビルドアップを達成化した。完璧で文句のつけようがない。トミーがいない時のアーセナルを見たいから、日本にアジアカップで優勝してほしい。20本パスしてパスミスなしはスタメンで使えよって誰もが思うでしょ笑い。途中で腕ゴール交代、後半開始早々の選手交代を見ると、アルテタの頑固さが少しずつ治ってきてると思う。スタメンにしてトミーが怪我したら、昨シーズン後半みたいにグダグダになるから大事に使いたい気持ちもわかる。とりあえずスタメンで使って70分くらいで交代させればいいと思う。まだまだフル出場は怪我リスクが怖すぎる。恵まれた体格してるのに、そこまでフィジカルゴリゴリタイプじゃなくて、頭使うタイプだから、基本的に安定したプレイできるよね。富安は、レアルでいうところのナチョみたいな存在よな。最終ライン、どこでも、レギュラーレベルかそれ以上にできるから、ベンチにいるとありがたい。富の怪我ってずっと筋肉系だったけど、ナイキからアシックスに変えてからかなりフィットしたらしい。スパイク選びは重要。アルテタは高い金出して、人権庫獲得したから、使わないといけない義務感、持ってそう WWW。インバー離脱してて、人権庫もすべだから、今富安に怪我されたらアルテタは嫌、なんだと思う。負傷から復帰した、サカをフル出場で使うあたり、アルテタの起用法にも問題ある。インバー復帰したら、試合出れるかわからんし、これだけのハイパフォーマンスしても、次節ベンチスタートならマジで、移籍した方がいい。アルテタさん、富安の CD のプレイ見たことある？